仙石線は、宮城県仙台市青葉区の青葉通駅から仙台駅を経由し、宮城県石巻市の石巻駅を結ぶ、東日本旅客鉄道の鉄道路線である。このほか陸前三河駅石巻港駅間の日本貨物鉄道の貨物支線を持つ。仙石線の路線図名称は、起点と終点から一文字ずつ取って付けられた。 千石線は私鉄である宮城電気鉄道の路線が1944年の戦時買収により国有化された路線であり、1987年の国鉄分割民営化により JR 東日本の路線となった。JR 東日本が保有する営業路線の中では、東北地方で唯一、JR グループでは日本最北の直流電化路線である。 電動車による他路線への直通運転が不可能である点を生かし、通ーシートやエータックスなど開発システムのテスト路線となることが多い。駅間距離が短く、また、開業当初より仙台口においては1時間に2から3本の運行が行われていた。このため、国有化後、地元では国電と呼ばれていた。 あるいは他の国鉄路線と線積線の駅がそれぞれ、立地する松島や塩釜、石巻などでは、線積線の駅を、電車駅、他の国鉄路線の駅を、汽車駅と呼ぶなどして区別していた。陸前浜田高城町間の路線図東、塩釜駅付近高城町駅間は、東北本線と並走している。2015年には、 松島海岸駅高城町駅間に連絡線が作られ、船籍東北ラインとして直通運転を開始している。松島駅高城町駅間で乗り換える場合、投資の乗車券が発券できる。仙台駅では、松島への観光には、船籍線の利用を推奨する案内が行われている。松島観光の拠点駅である船籍線、松島海岸駅には、 並行する仙石東北ライン、東北本線の列車は、駅がなく停車しないためである。仙石東北ラインで、松島海岸駅に向かう場合、高城町駅での乗り換えが必要となるが、同駅での待ち時間には20分を要することもある。なお、東北本線には、松島駅があるが、同駅は、松島の観光エリアから1トル程度、離れている。 仙台駅松島駅間と仙台駅松島海岸駅間の運賃は共に420円である。一方、塩釜方面への案内は特にされてはいないが、仙台からの場合、観光目的地であるマリンゲート塩釜や塩釜神社は本塩釜駅が最寄りの下車駅となる。ただし、宮城県塩釜高等学校など、東北本線塩釜駅の利用がしべな施設も、 存在する。2000年に完成した仙台トンネルに新線が開通し、青葉通駅陸前原の町駅間の約 3.5km が地下線となった。ラインカラーはスカイブルーに設定されている。視線を除き IC 乗車カード、スイカの仙台エリアに含まれている。青葉通駅マイナス中の坂駅間は仙台市地下鉄との代替輸送対象路線に、 指定されており、当該区間が運転見合わせとなった場合は、仙台市地下鉄東西線への振り替え乗車が認められる場合がある。支線を除き、東日本旅客鉄道仙台支社の管轄である。1927年頃の仙台市及び、近郊地図。仙石線の前身の宮城電気鉄道が、地図の中央から右側にかけて描かれている。 龍岡公園のある丘陵地や片倉製市所を避けて蛇行した線形が形作られている。宮殿仙台駅の地上駅舎と国鉄仙台駅駅舎、仙石線は私鉄の宮城電気鉄道を出事とする鉄道路線である。宮城電気鉄道は高田鉱山における亜鉛の原産から生じることになった余剰電力を活用するために鉱山の経営に関わっていた。 高田商会によって計画された。この計画が立案されたのは1921年であり、翌1922年に宮城電気鉄道株式会社が発足した。宮城電気鉄道は当初、宮城県庁から鉄道省の仙台駅を経て、松島へ至る鉄道路線として計画されたが、後に計画が変わり、松島からさらに先の石巻までの鉄道路線として、 建設されることになった。また、宮城県庁から仙台駅までの区間は仙台市電が計画されたことに影響を受けて断念された。宮城電気鉄道の後ろ盾だった高田商会は1923年の関東大震災によって経営が傾き後に破産する。宮城電気鉄道は日本生命保険から資金を受け、鉄道の建設を続けることができた。 宮城電気鉄道はまず1925年6月5日に仙台駅から西塩釜駅の間で開業した。この後、1926年に本塩釜駅まで、1927年に松島公園駅まで、1928年4月に陸前小野駅まで路線が伸び、同年11月22日に石巻駅までの全線が開通した。この頃、 仙台駅と石巻駅の間の所要時間は1時間40分だった。日塩釜駅まで開通した1925年の当時のダイヤでは1日に上下それぞれ29本の列車が運転されていたのが1939年になると仙台駅から塩釜まで15分間隔、松島まで30分間隔。 石巻まで1時間間隔で列車が運転されるようになった。また、宮城電気鉄道では旅客列車だけでなく貨物列車も運行していた。1939年に陸前三海駅から釜駅までの貨物線が開通し、1942年には東七番町駅から陸前バルの町駅までの区間が伏線となった。 1944年5月1日、宮城電気鉄道は、戦時買収により、国有化され、戦績戦となった。この当時の宮城電気鉄道沿線には、東京第一陸軍造兵賞仙台製造所、多賀城海軍工渉、山戸飛行場があり、これらに関連した、物資輸送や、行員の通勤のための買収だったと言われる。買収金額は、 約2400万円だった。旧殿仙台駅地下ホーム、宮城電気鉄道の仙台駅、東七番町駅間は、東北本線との交差のために、地下区間として建設された。これは日本で最初に開業した、営業用の地下路線である。この区間の開業は、日本初の地下鉄である、東京地下鉄道の開業に先立つこと二年半であり、また、 郊外電車の地下乗り入れとしても神戸、有馬電気鉄道の港側地下線より3年早かった。この近く間は単線でありかつ距離が短かったこと、1952年に廃止されていることなどから、ほとんど紹介されない存在となっている。2000年に完成した線石線の近く間とは別物である。1952年。 仙台駅の仙石線プラットフォームが大きく変わった。宮城電気鉄道時代に建設され国有化後も、そのまま使われていた仙石線地下ホームは、約200メートル東側の地上に移され、同時に東口改札口が併設された。この移設には、この年に宮城県、山形県、福島県で行われた第7回国民体育、大会周期大会が関係している。 それまでの仙台駅は線路の西側に駅舎を持ち、反対の東側には駅舎がなかった。第7回国民体育大会では仙台駅の東側に位置する宮城野原公園総合運動場が主要会場の一つとされ、この運動場への交通の便を図るために、ホームの移設と東口の設置が行われたのである。これによって、 旧来の仙石線地下ホームは、移設後の仙石線ホームと東北本線各ホーム及び仙台駅西口とを結ぶ連絡通路に変わった。この地下通路は2000年の仙石線ホーム再地下化まで利用されることになる。また、仙台駅仙石線ホームの移設に伴って仙台東口駅が廃止された。 1956年10月、戦績戦管理所が発足した。これは被災産戦区の経営改善を目的に、国鉄の中で思考的に行われたもので、前例のない制度だった。管理所の導入によって、戦績戦は一個の独立した経営単位として扱われた。管理所の所長には大きな権限が与えられ、経営改善に取り組むことになった。 この管理所制度の下で、潜石線では、踏切の自動化などによる、辞任削減、貨物列車の集約及び縮小が行われた。また、この当時、仙台駅から東塩釜駅の間では30分に1本の頻度で列車が運行していた。潜石線管理所はこれを15分間隔に改め、時計なしで乗れるを歌った。また、潜石線沿線で行われる。 海水浴や釣り大会に合わせて臨時列車を増発し、また写真コンクールを企画して、やはり臨時列車を運行した。管理所が発足した1956年度の戦績船の営業係数は165だったが、1957年度には131に改善した。経営上は赤字であることに変わりなかったものの、これは国鉄内で評価されて、 管理所制度は日本全国の支線区に広まることになった。1960年には、潜石線の営業係数は111となり、総裁賞を受賞した。潜石線管理所は1971年に解散し、潜石線は仙台鉄道管理局による直轄運営に戻った。この間、 1968年3月に仙石線の陸前バルの町駅から多賀城駅までの区間が複線となり、さらに1969年9月に多賀城駅から西塩釜駅までの区間が複線化された。この年の10月に行われたダイヤ改正で仙台駅と石巻駅を58分で結ぶ特別快速が設定された。旧来の仙石線は、 塩釜市街地を地上、または半高下で通過していた。線路が町の東西を分断し、交通渋滞の原因とも見なされるようになっていった。この問題を解決するために、塩釜地区における線積線の高架化が計画され、合わせて複線化も行われることになった。これは宮城県の都市高速鉄道事業として行われた。 都市高速鉄道は1968年に施行された都市計画法に規定されたものである。これにより、踏切を介して平面交差していた鉄道と道路を渋滞や踏切事故等を減らす名目で立体交差させる都市計画がなされるようになり、既存の道路側を立体交差させるオーバーパスやアンダーパス、既存の鉄道を立体交差させる。 高架化や地下化、さらに高架鉄道や地下鉄等の新設が進められた。宮城県はこの法律に基づいて1970年に従前の5つの都市計画区域を統合して、1000円広域都市計画区域を指定し、1971年度に、塩釜市の本塩釜駅周辺への都市高速鉄道事業の適用を見込んで高架化の調査を行った。そして、 西塩釜駅から陸前浜田駅までの区間5410メートルを、千円広域都市計画都市、高速鉄道事業日本国有鉄道、線舶線として都市計画決定し、西塩釜駅から東塩釜駅を過ぎたあたりまでの区間2770メートルを、鉄道側の高架化とする、傘常識、そこから陸前浜田までの区間を、 道路側の立体交差とする地標式として整備することにした。新設の高架線は国鉄の貨物専用地を活用して建設された。こうして西塩釜駅東塩釜駅の高架化を呼び、複線化が1981年11月に完成した。一方、仙台駅新潟系機関についても仙台駅付近が曲線が多い蛇行線形に、 なっていたほか、踏切による交通渋滞問題が発生していた。このため、鉄道側を地下化する形で連続立体交差事業が行われることになり、1985年10月に起工式が行われた。仙台トンネルと名付けられた近く間は2000年に完成し、これによって14の踏切が解消された。同時に、 線路の直線以下によって距離が短縮されるとともに仙台駅以西に延伸して青葉通駅が開業した。これは事業計画当時検討されていた仙台市営地下鉄東西線との直通運転を視野に入れたものだった。この直通運転案では国鉄仙台駅と仙台市営地下鉄仙台駅が離れていたために仙台駅を2分して建設することになり、 連続立体交差事業の補助金対象区間を長く取るために地下鉄寄りの仙台駅を仙石線と地下鉄との境界駅としてこの駅までを国鉄線として建設することになったのであるその後地下鉄直通運転案は断念されたが仙台駅までは建設されこれが青葉通駅として開業したまたこの連続立体交差事業に関連して 1991年に、宮城の電車区が設置された。これらの路線改良事業に前後して、仙石線では1981年に、中野坂駅が、1987年に、東山本駅が、2004年に、小鶴新電駅が開業した。ダイヤについては、1983年10月の、ダイヤ改正で平日ダイヤと休日ダイヤが設定され、休日に、 仙台駅と石巻駅をノンストップで結ぶ特別快速が設定された。これは平日の通勤通学と休日の買い物を意識したものだった。また、1987年に国鉄分割民営化が行われ、仙石線は JR 東日本の路線となっている。2004年より仙石線の多賀城駅周辺1 8トルの 高架化事業も進められた。2009年11月29日に上り線が高架に切り替えられ、2012年4月8日には下り線も高架に切り替えられた。その後、駅舎を中心とした施設の構築工事も行われ、2013年11月17日に新駅舎が供用を開始した。仙台市以外の千円地区の自治体の 国勢調査人口の変遷。仙台市を含め人口が多い塩釜市、泉市、多賀城市において都市高速鉄道事業が実施された。2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震では、道路線の約68%が海岸部に近接していたため、地震と津波双方による被害を受け、軌道返上312箇所。 線路流出3トル強、ホーム変形19箇所、橋梁、高架橋の損傷12箇所、駅舎損傷14箇所、電化設備については、津波被害の大きさにより、データが取れないほどであった。地震発生により、伸びる、透明感で上り青葉通行普通電車が停止、乗客約50人が、指定避難場所だった東松島市立伸びる小学校に避難した後、 車両は津波に押し流されて、脱線、4両編成の全2両は山側に起こすべりし、後ろ2両は山側に90度向きを変えて大破した。また、石巻駅では到着後の M7 編成が完水して、被災した。ノビル陸前小野間では、石巻駅快速電車編成が、松島丘陵東端の霧道宿間頂上部付近で、停止。 北緯38度22分43.7秒、統計141度9分55.7秒、北緯38.378806度統計141.165472度、38.378806141.165472。 乗客約100人は指定避難場所の伸びる省への移動を開始したが、元消防団員の乗客の一人が津波を予見して、運転士に進言し、乗客全員が車両に待機していたところ、襲ってきた津波は、同車両を含む同地には至らず全員が無事だった。地震直後より前線で普通となった潜石船は、震災当日から2週間以上を経た同年3月28日、 仙台市内の青葉通駅、小鶴新電駅間でのみ運転が再開されたものの、翌月7日に発生した余震のために、再び全線で不通となった。再度不通となった青葉通駅、小鶴新電駅間の営業は1週間余り後の同4月15日に再開され、ついで4月19日には、小鶴新電駅から、東塩釜駅までの営業も再開された。 さらに、同5月28日には、東塩釜駅から高城町駅までの営業も再開。これによって、仙台を起点とする区間においては青葉通駅から高城町駅までがつながることとなった。一方、石巻よりの区間については、震災発生から4ヶ月余りを経た同年7月16日になって、山本駅石巻駅間の営業が再開されたが、 電化設備が復旧していないことなどから、電車ではなく機動車による運行となった。さらに陸前小野駅山本駅間が2012年3月17日に再開された。復旧が手付け数の状態となっていた高城町駅陸前小野駅間であったが、JR 東日本仙台支社は2012年1月、当該区間の一部内陸移設などによって、2015年度までに、 全線復旧させる方針を発表した。この区間の復旧工事の費用は100億円超で2013年度中に着工、線路が流出するなど、被害の大きかった東松島市内の陸前、小野駅から陸前大塚駅までの約6 4トルについては、震災前よりも5 0 0ル程度内陸に移設する。また、この区間にあって駅舎が被害を受けた伸びる駅、 東名駅の二駅も移設される。2014年7月30日には、復旧工事の目途が立ったことから、2015年6月までに、全線再開することが発表され、2015年1月29日には、全線再開日が、同年5月30日と発表された。なお、陸前小野駅、陸前大塚駅の移設ルートは、当初、下記の3つの案が作られたが、 安全性や、ちづくり、早期復旧の観点から現一かさ上げ、及び高台移設案を採用することになった。また、東北本線の塩釜駅松島駅間と線路が、並行している線石線の松島海岸駅、高城町駅間に、両線を連絡する、接続線を付設し、線石線が、全線復旧する予定の2015年5月30日から、 戦績東北ラインとして、東北本線の塩釜舞南と戦績線の高城町位北を、相互直通運転する計画が発表され、予定通り運行が開始された。宮城電機鉄道国有介護民営介護東日本大震災以後2015年5月30日のダイヤ改正以降、運行形態は、戦績線内のみを運行する普通列車と、この日に開業した。 戦績東北ライン特別快速、快速列車に対別される。青葉通駅高城町駅間は、このダイヤ改正により、普通列車のみの運行となった。戦績東北ライン、特別快速、快速、戦績東北ラインは、仙台駅石巻駅、女川駅間を結ぶ列車の運転系統である。仙台駅高城町駅間が、東北本線経由で、高城町駅から、 石巻駅の間が、潜石線内での運行である。おおむね1時間に1本運転しているが、仙台発11時台と石巻発7.12時台の運転はない。仙台発朝9時台と石巻発20時台の上下、各1本が停車駅の少ない特別快速として運転されている以外は、快速として運転されている。快速には、 種別表示色が赤で表示されるものと、緑で表示されるものがある。東北本線仙台駅塩釜鎌駅間において、赤快速は途中駅無停車、緑快速は各駅に停車し、線積線内の停車駅はいずれも同じである。線積東北ラインとして運行される区間には、退避設備がないため、先行列車の追い抜きはないが、原則として、 高城町駅で青葉通駅発着の普通列車と相互接続を行っている。1列車4両編成で運行している。かつては仙台12時代発と石巻13時代発の緑快速のみ二両編成で運行していたが、2019年3月16日のダイヤ改正からこの列車を含む全列車が四両編成運行となった。車で運行しているため、 列車番号には D が付与されている。2016年8月6日からは、仙石東北ラインの内石巻発朝6時台の上り始発列車と、仙台発夜20時台の下り最終列車が、石巻線の石巻駅小長川駅間に乗り入れ、仙台駅小長川駅間の直通運転を開始し、2017年3月4日からは、石巻歩の駅へ、 石巻発朝8時台の上り列車と仙台発朝7時台の下り列車が停車を開始した。2015年5月のダイヤ改正より、青葉通駅高城町駅間を運行する快速は廃止されている。普通列車青葉通駅石巻駅間を、仙石線内閣駅に停車する。すべての列車が青葉通駅発着の4両編成となっている。 長積時間帯は約6から8分間隔で運転されている。車両基地への出入りを兼ねて、青葉通駅、小鶴新殿駅間の区間運転列車がある。日中は1時間に4本運転されており、青葉通駅、石巻駅間の直通列車と、高城駅、東塩釜駅、高城町駅を発着駅とする区間運転列車が、それぞれ1本程度運転されている。このうち、 高城町駅で折り返す列車の多くは、仙石東北ラインと10分前後で接続して、石巻方面の列車と乗り継げるようになっている。下りは15分等間隔で運転されているが、上りは少しずれが生じている。上り列車の方向幕、行き先表示 LED には、仙台、青葉通と表示されている。これは、仙台方面青葉通り行きの列車であることを、 強調するために便宜上用いているもので、途中駅で、編成の一部が切り離されるというわけではない。同様に、下り列車のうち、高城町行きには、松島海岸、高城町、石巻行きには、松島海岸、石巻と、松島観光の下車駅である、松島海岸駅を表示に含めている。なお、かつては、五条防止の観点から、 2015年5月30日以降は、方向幕、行き先表示 LED で、線石線経由の表示がなされていたが、2021年3月以降は行われていない。JR の列車番号は原則として電車には M が付くが、線石線の場合は、いわゆる電車ダイヤのため、電車で運行される。普通列車には S が付与されている。また、 上2桁は24時間制の始発駅発車時刻を、下2桁は、運用番号を示す。臨時列車プロ野球チーム東北楽天ゴールデンイーグルスの本拠地の楽天生命パーク、宮城は、宮城の原駅が最寄りである。この球場で、プロ野球の試合がある日は、青葉通駅、小鶴新電駅間で、臨時列車が運行される。この他に、 塩釜港祭りに合わせて、青葉通駅本塩釜、東塩釜駅間で、松島ハーフマラソン大会に合わせて、青葉通駅高城町駅間で、松島基地航空祭に合わせて、小鶴神殿、東塩釜駅山本駅間で、石巻川開き祭りに合わせて、青葉通、山本駅石巻駅間で、臨時列車の増発が行われている。また、 2017年に開催された松島、基地航空祭に合わせて、青葉通駅山本駅間において、東塩釜駅山本駅間で、通過運転を行う、臨時快速列車が運行された。2011年3月11日に発生した、東日本大震災の影響で、線石線は甚大な被害を受け、全線で不通となった。3月28日の青葉通駅。 小鶴神殿駅間運転再開、4月7日の余震による再度全線不通を経て、4月19日に同区間が再開されてからは、段階的に復旧範囲が拡大し、2012年3月17日の時点で、仙台側は、青葉通駅高城町駅間、石巻側は、陸前小野駅石巻駅間で、列車運行を再開していた。ここでは、震災の影響で、 普通区間が発生していた時期について述べる。青葉通駅高城町駅間この区間は、当初から震災前と同じ2 0 5系 s 3 1 0 0番台電車で運行を再開した。2011年3月28日に、青葉通駅、小鶴神電駅が復旧した。この時は1時間に2から7本ほどの運転であった。高城町駅まで復旧後のダイヤは、 列車の大半が青葉通駅東塩釜鎌駅間の区間列車であり、東塩釜駅高城町駅間は1時間に2の3本程度であった。また、現行と同様に、小鶴新電駅、高城駅までの区間列車が設定されていた。高城駅は2014年3月までは、高架化工事により折り返し運転ができず、高城駅東塩釜駅間を改装の上東。 塩釜駅で折り返していた。高城町駅まで復旧した際に、青葉通駅高城町駅間の快速列車も設定された。A 快速の停車駅は、青葉通駅、仙台駅、高城駅、本塩釜駅、東塩釜駅、松島海岸駅、高城町駅。B 快速の停車駅は、青葉通駅高城駅間の各駅及び、本塩釜駅、東塩釜駅。 松島海岸駅、高城町駅であった。B 快速は通過駅が3駅しかなかったため、2014年3月15日のダイヤ改正をもって各駅停車に格下げされる形で廃止され、残った A 快速が単に快速として運行された。この快速も仙台市内の通過駅での停車間隔が所々で大きく広がる問題があったため、 2015年5月29日を最後に高城駅、本塩釜駅を経由して電車で運行される快速列車は消滅した。高城町駅陸前小野駅間松島海岸駅、山本駅間で運行されていた列車代行バス高城町駅陸前小野駅間は東日本大震災の影響により2015年5月29日まで普通となっており、 2011年7月16日から、同日まで、松島海岸駅宮本駅間で、バス代行輸送が行われていた。本数は2014年3月15日から、運行終了までのダイヤでは1日上り19本、下り20本で、朝夕のラッシュ時は、1本あたり、最大5台同時運行していた。松島海岸駅で、快速列車に接続することが多かったが、 バスが遅延した場合でも原則として、接続は行わなかった。代行バス停留所は、普通区間の各駅前に設置されていたが、高城町駅のみ離れていたため、仙石線電車区間と代行バスの乗り換えは、松島海岸駅で行うよう案内されていた。この区間は、軌道の損傷、駅舎流出等、甚大な被害を受けたため、 当初復旧の目途が立っていなかったが、2012年1月に、2015年度中にも、全線復旧する方針が発表された。被害が大きかった陸前大塚駅陸前、小野駅間は、内陸側に移設されることになった。2014年7月30日には、2015年6月までに、全線再開することが発表された。2015年1月29日には、 再開日が同年5月30日と発表され、事前発表通り運行を再開した。陸前小野駅石巻駅間2011年7月16日に、山本駅石巻駅間で運行を再開し、2012年3月17日には、陸前小野駅山本駅間の運行を再開した。電化設備が復旧していなかったことから、全面復旧までこの区間は、 小ご運行区所属のキハ110系機動車による臨時ダイヤでの運行となっていた。陸前小野駅山本駅間は1日数本、山本駅石巻駅間では1時間に1から2本となっており、全列車が2両、または4両編成による普通列車であった。山本駅石巻駅間が運行再開された当初は、この区間を運行する列車には列車番号に、 Y が付けられていたが、陸前小野駅まで運行を再開した2012年3月のダイヤ改正で、原則通りの D に変更された。快速列車快速、海風大震災発生直前まで運転されていた。快速列車は、青葉通駅石巻駅間をおよそ1時間に1本運転されていた。2004年10月15日までは、快速列車に、 海風の愛称が与えられており、停車駅の違いにより A 快速と B 快速の2種類があった。A 快速の停車駅は、青葉通駅、仙台駅、多賀城駅、本塩釜駅、東塩釜駅、松島海岸駅、高城町駅、伸びる駅、陸前小野駅及び、山本駅石巻間駅の各駅であり、B 快速は、A 快速の仙台多賀城間を各駅停車にした。 ものであった。2009年3月14日のダイヤ改正以前は、駅案内においては、方向幕の色から、A 階速は赤階速、B 階速は緑階速と案内されていた。東北楽天ゴールデンイーグルスの本拠地である宮城球場で、プロ野球の試合がある日は、仙台駅多賀城駅間を通過する A 階速が、球場の最寄り駅である宮城野原駅に、 臨時停車する場合もあった。潜石線の快速列車の停車駅については、古くは列車により様々であったが、時代を下るにつれ停車駅がパターン化され、そのパターンも次第に整理、統合された。1972年頃には、通過駅が、つつじが丘駅と、宮城野原駅の二駅のみというパターンもあった。例えば、 1998年から1999年頃の日中に快速列車が1時間に2本設定されたことがある。このうち1本は現在の速達タイプの停車パターンで、もう一方は石巻本塩釜間が各駅停車となる区間的な快速列車であった。2007年3月のダイヤ改正以前は東塩釜駅は快速通過駅であった。 他に特筆できることとしては、特別快速がある。当初の特別快速は、石巻駅仙台駅間を1時間以内で結ぶことと、仙台市内にある百貨店の十字回転を意識したダイヤで、1969年に登場した。この列車は途中、松島海岸駅と本塩釜駅に停車し、午前の上りと午後の下り計2本は、山戸駅にも停車した。 その後、CTC 化と、軌道強化、東塩釜駅石巻駅間の単線区間の一部、交換可能駅における一線スルー化等に伴って、線内最高速度が、時速 85km から時速 95km に上がり、1983年10月より休日、ダイヤにおいて、仙台駅石巻駅間 50.5km を、ノンストップで走る。 特別快速1往復が設定された。このノンストップ列車は停車駅の見直しに伴い2000年3月11日のダイヤ改正で廃止となった。後年に再び停車駅の少ない特別快速が同様、休日に設定されたが2003年10月1日のダイヤ改正で再び廃止された。この列車の停車駅は仙台駅、多賀城駅、 本塩釜駅、松島海岸駅、高城町駅、延びる駅、山本駅、石巻駅だった。漫画短ライナー号2003年3月22日から土曜、休日に石巻駅の赤快速の1本と緑快速の1本、そして青葉通り駅の普通列車2本を石巻市に、ゆかりの深い漫画家、石森翔太郎の作品に登場するキャラクターの ラッピングが施された編成で、漫画ン,ンライナー号として運行していた。対比駅が道路線内に設置されていないため、先発の列車が終着駅に先着するダイヤは、現行と変わらない。普通列車大震災発生直前のダイヤは、すべての列車が青葉通駅発着であり、そのうち大部分の列車が、多賀城駅や、東塩川駅で折り返す、区間列車であった。 青葉通駅石巻駅間を直通する普通列車は1時間に1本で快速と普通がそれぞれ交互に運行されていた。高城町始発青葉通行は朝に1本設定されていたが高城町行下り列車は設定がなかった。時期により青葉通駅松島海岸駅高城町駅間及び山本駅石巻駅間の区間列車が設定されていた。 また、小鶴新電駅開業前は、青葉通駅新潟駅間の区間列車が、さらに古く陸前原の町電車区があった頃には、仙台駅陸前原の町駅間の区間列車が、存在した。現在、普通列車については1列車4両編成のみで、運行しているが、1987年から1998年頃までは、 山本駅石巻駅間の区間列車運転を主として105系電車を用いた二両運用が全区間で存在した。仙石線は宮城電気鉄道という私鉄を出自とするため仙台駅の着発線及び駅舎型路線とは独立しており仙台駅構内にあった東北本線と仙石線を結ぶ引き込み線が1970年頃に撤去されてからは 直通運転は物理的に不可能となっていた。保線用車両の行き来を目的に、松島駅松島海岸駅間に東北本線との渡り線が設けられていたが、営業用車両は走行できなかった。2015年度の全線復旧後、松島海岸駅高城町駅間と東北本線、塩釜駅松島駅間を結ぶ連絡線が付設され、 千石東北ラインという愛称で HBE210 系機動車を使用した東北本線への直通運転が開始された。石巻駅構内では石巻港への貨物列車の入線や他線との連絡のために石巻線と千石線の線路がつながっている。石巻線は非電化路線であるため機動車の場合は千石線。 石巻線の両線を直通することが可能であり、グラシアによる臨時列車が運行されたことがあった。なお、1992年頃には、石巻線の石巻駅小長和駅間の直流電化による線石線の小長和駅乗り入れが調査されたことがあった。2016年8月6日からは、線石東北ラインの一部列車を長駅まで、 延長運転している。イースト ID による、起動試験が行われる以前は、マヤ34型客車を用いた、検測列車の牽引は牽引車雲や百145型を用いて行われていた。しかし、地上線時代の仙台駅及び地下か後のアウバ、通駅は木回し線がなく、また雲や百145型が一両しか在籍していない、ため、上り列車で、 仙台駅もしくは青葉通駅に入線すると、車両の付け替えができないため、以前は1 0 5系を使用し、の編成で運転されていた。1 0 5系廃車後は1 0 3系の雲波編成から MC、MCM のみを、マヤの前に連結し、の編成で運行された。なお 105K 及び1 0 3系による運転は、青葉通駅宮城の電車区間のみで運行され、 宮城の電車区石巻間は雲屋145型のみの牽引で運転されていた。なお戦績線では1 0 3系は老朽化の進む MC 編成から置き換えが始まったが、マヤ県の都合上、置き換え開始後しばらくは MC 編成が残留していた。そのため MC 編成の全廃はマヤ県終了後の2003年7月であった。 仙石線,線は前述の通り、東北地方の JR 線では唯一の直流電化路線であり、東北地区を走る脱線の車両は運用できないため、首都圏で運行されていた通勤系電車を転配して運行している。車両についての詳細は、各車両の項目のほか、仙台車両センター、宮城の派出所の項目も参照。仙石線の前身である、 宮城電気鉄道の車両については、同項目及び、宮城電気鉄道の電車を参照。2000年の仙台トンネル開通以前はグラシアによる臨時列車が運行されたことがあった。それ以外にも、多賀城駅山本駅間のビール列車、ふるさとによる伸びる駅石巻駅間の、成瀬町町民号といった団体専用列車での入線が時折あった。 仙台トンネルの開通以後も、東塩釜駅石巻駅間では、団体専用列車という形で、機動車の入線があった。東日本大震災後の2011年7月16日に、復旧した山本駅石巻駅間、2012年3月17日に、復旧した陸前小野駅山本駅間では、河川の損傷や変電所が使えないため、 2015年5月30日の全面復旧まではキハ110系機動車が使用されていた。仙石線は仙台近郊の通勤・通学路線であると同時に、塩釜、松島などの観光地へのアクセス路線としての一面や仙台、石巻間の都市間輸送の性格も兼ね備える路線である。仙台駅の西側にある青葉通駅が路線の起点である。 青葉通駅から陸前原の町駅を過ぎる付近までは仙台トンネルを通る地下線である。このトンネルは地下水位の低い鉱石台地の地下を通る青葉通駅から筒地が丘駅を過ぎたあたりまでと長町ビフ線より先の地下水位が高い中石平野の地下を通る区間で異なる工法により施行された。青葉通駅の地下ホームは 標高20メートルほどで、トンネルはここから、筒子川丘駅を過ぎて断層まで、緩やかに下り、断層の東側の一段、低いところにある、宮城野原公園総合運動場の前で大きく、北東へ曲がる。さらに、断層の際に沿って走り、宮城野原駅を過ぎたあたりでトンネルは、最も深くなる。ここから陸前エバルの町駅に向かって、トンネルは上り始め、 道駅を過ぎると地上に出て、東北本線支線の高架をくぐる。その後、そのまま線路は、高架となり、新潟県駅を経て、国道45号と梅田川をまたぎ、その後に、地上線となる。ここからは、断層の東側の地下水位の高い中積平野であり、住宅地として不向きであったため、近年まで梅田川の南側のみが、工業。 流通団地として利用されていた。近年に小鶴新殿駅が設置されて梅田川井北の一部が市街化したが仙台バイパスから福田町駅の間には田園風景が残っている。福田町駅付近から先は多賀城市や塩釜市まで市街地が続く。この付近は千円地区とも呼ばれる。仙石線は福田町駅の東側で七木多川と交差し、 中野坂駅多賀城駅間で仙台臨海鉄道臨海本線を築定で乗り越えて続けて砂押し川をまたぐ。本塩釜駅付近はルート変更により塩釜線沿いに線路を移設した関係で海沿いを走る高架線となり眺めは良い。東塩釜駅から先は単線となる。線路は利府町と松島町で松島丘陵をトンネルで通りながら 松島湾沿いを走る。この付近で千石線と東北本線は並行するように線路が付接されている。特に、利府町内においては線路が接近しており、列車の並走が見られる場合もある。松島海岸駅は日本三景、松島の観光の中心地である。同駅を過ぎ、東北本線との線路の並行が終了し、 高城町駅に向かうために東線が右カーブした先で、左手より、東北本線から分岐した線積線、東北本線接続線が合流する。また、陸前富山駅から陸前大塚駅、東名駅間にかけては、奥松島の海岸線に沿うように線路が、付設されており、松島湾の眺めを楽しむことができる。東日本大震災前は、東名駅から先は、 東名運河沿いを走っていたが、震災後は、陸前大塚陸前小野間で高台を通るルートに変更され、左手に災害公営住宅を見ながら移設された東名駅及び伸びる駅を通る。吉田川と成瀬川に連続してかかる、成瀬川橋梁を越えると、列車は石巻平野の水田地帯の中を走る。山戸駅、陸前赤井駅を過ぎ、 石巻市内に入ると沿線に住宅地が多く見られるようになる。石巻歩の駅は2016年に開業した仙石線で最も新しい駅である。蛇田駅の先で北上運河を越え、右手より石巻港駅から来た貨物支線と合流すると陸前三河駅である。同駅を過ぎると道路線は地区底を上り、右にカーブしながら、 地上に降りた先で、左手から石巻線が近づくと間もなく、終点石巻駅である。本線2019年度の時点で、JR 東日本自社による、乗車人員集計の除外対象となる駅は、西塩釜駅、陸前浜田駅、手村駅、陸前富山駅、陸前大塚駅、東名駅、陸前小野駅、四角間駅、東山本駅、 石巻歩の駅である。実態としては、西塩釜駅は、ラッシュ時に限り改札要員の配置が、状態化しているが、除外されている。貨物支線以下の各駅とも、貨物駅で、宮城県石巻市内に所在。ありがとうございます。